題して一緒に見ていこう。さあ、10月31日から11月3日まで第38回中央大学白門祭が開催されました。今年も各サークルや企画団体のさまざまなイベントが行われ、活気に満ちた4日間となりました。僕たち学生する前は毎週日曜日に都内の代々木公園とか小金井公園とかで毎週日曜日に演奏しています。まあ、中央早稲田明治がメインになってやってるサークルなんですけれども、その他にもいろんな大学から大学の垣根を越えてこう集まって 毎週楽しく活動しております。今年の雪すごいいいですね。11月の16日から21日まで八王子の東急スクエア11階ギャラリーで作陶展を行っています。入場は無料なので来てください。会場の雰囲気作りとかは一応和っていうものを意識して工夫するようにしたんですけど、例えばその展示の作品の後ろに貼る布とかも一応和風なものを用意したりとか、あとはそうですね、照明とかも一応和風なもの、提灯みたいなものを電球の周りにつけたりとか、そういうところで工夫したりとかしました。はい。屋外の中央ステージです。バンド演奏以外にもチアリーダーの演技やダンスサークルのパフォーマンスなどが行われ、一日中にぎわっていました。9号館前の第2ステージでは本学初の和太鼓サークルが
その腕前を披露しました。